何の取り柄もない、金融機関で法人営業している OL です。特にやりたいこともなく、筋トレだけは唯一の趣味です。独身で時間だけあるので何か資格を取ろうかなと思っているんですが、おすすめの資格とか勉強した方がいいことありますかとなんですが、筋トレをしているのはすごくいいと思うんですが、資格を取ったから人生が変わるということはないですね。どちらかっていうと、やりたいことを決めてから、そのやりたいことをやるのに資格があった方が有利とか、あるいは弁護士とか医者みたいに資格がないとできないものの場合は、資格を取るというのがいいと思います。資格を取ったらうまくいくって、この時点で想像力欠如しすぎなんですよ。自分の頭で考えないで、とにかく資格を取ったら、とにかく誰かにお墨付きをもらったらうまくいくだろうと思っちゃってるんで、この時点で想像力はなくて、どちらかっていうと資格を取るよりかは資格を作る、他の人が資格とかいわゆるこう能力として認めていない能力にアピールするってことの方がはるかに成功します。だから僕も、臨床心理士とかの資格とかそういう方向に行かないでメンタリストに行ったのも、臨床心理士いっぱいいるじゃないですか。もちろんすごいね、大変なことだし意義のある仕事なんだけれども、いっぱい人がいる仕事とかに就くぐらいだったら、その資格の中のその人一にですね埋もれるぐらいだったら自分しかできないことだろうというふうに思ったんでメンタリストだったんですよ。だから大事なのは工夫であって、資格を身につけることっていうのはそんなにですね意義はないかなと思います。工夫した先にやらなくてやりたいことができた時に、資格がないとできないんだったらやってもいいんですが、資格はあくまで手段なので、資格を目標にしていくのはちょっとおかしな方向に行っちゃうと思うんで、自分の中でどういうものを勉強したいか、何を手に入れるかってことを考えるといいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと、僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それではバイバイ。